ニューヨーヨクタイムズの田淵と申しますあのもう一度、豊田社長に確認ですがあのアメリカ議会での公聴会もし稲葉社長ではなく豊田社長が任命された場合参加される準備があるのでしょうかそれかあの拒否されるのでしょうか。ちょっと2番目ですが あのグローバル品質特別委員会、こちすべての改善策について話し合い、その結果を外部にチェックしてもらうということですが、これはあのお客様からその不備の報告があった、苦情があった段階で外部のチェックが入るのでしょうか、それかあのまあトヨタさん内部で改善策が必要だと判断された場合のみ、外部 あの判断されてから外部のチェックが入るのでしょうかそれとすみませんもう一点なんですがあのこれも確認ですがその日本では意図せぬ加速もしくはアクセルペダルの問題フロアマットの問題の報告はあるのでしょうかでもしそうであれば何件把握されていらっしゃいますでしょうかで今後さらにあのこの件日本で調査されたり対策取られたりする予定はあるのでしょうか。 それとごめんなさいもう一点だけその先ほどプリウスのブレーキの件で女性ドライバー、あの年配ドライバーのフィーリングについてちょっとあのあのしゃべられたんですがこれは女性ドライバーや年配の方からの苦情が多くてそういうふうなあの多かったということなんでしょうかお願いしま,す、はいあのー、まず公聴会の出席者につきましては現地の状況に詳しい TMMA の稲葉社長が適任であるという判断から召喚されているものと考えております。私は稲葉社長をがしっかりと対応できるよう、本社サイドから最大限バックアップしていきたいというふうに思っております。そして、その先ほど、プリウスの,です、ね、あの女性とあれというのは、あの決してそれの方々からのいうことではなくて、えー、偶然私が、 お邪魔したお店で対応させていただいたお客様が、奥様のことを心配されておられたご主人と話した内容から、よりそういうことってあるなというふうに思ったことで、そういう会話になっただけでございますえと外部機関による、専門家によるチェックの件ですが、少し。 あのえー、あのもう少しあの詳しく話したいと思います、えー、これはですね、まずトヨタがすべてのプロセスで品質がしっかり組み込まれるか、お客様の声がしっかり反映されているかということを、設計から、えー、販売サービスに至るまでのプロセスを見直します、それで改善をしなければいけない項目が何項目か出てくると思いますで、それを改善をする、改善をします。 そうしますと、新しい業務のシステムが出来上がります、その業務のシステムについて、これがアメリカで機能しますか、ヨーロッパで機能しますか、中国で機能しますか、日本で機能しますかっていうのを、それぞれの地域の専門の、そういう専門性のある方、何人かにお願いをして、そのシステム自体をまず評価していただくと、そこでアドバイスがあれば、素直にお聞きして、改善に結びつけると。 一方でお客様の声がそのシステムの中にきちっと入って適正にその処理されていくかっていうことに関して言えば安全だとか法令違反だとかまあ例えば排気ガスとかそういうものの違反の懸念のあるようなことについてはきちっきちっとあの情報公開をしていきたいと。 いうことでございますですから情報お客様の声が適正に処理されているかどうかっていうことについてはまた別の話でありましてシステムの適合性ということについては外部の専門家のチェックを入れていただくとこういうやり方で進めていきたいと思っております。あ国内 あえーとですね、国内ではアメリカと同じようなフロアマットが発売されておりませんしアクセルペダルは国内のものは全く構造の違う伝送性を使っておりますのでアメリカと同じ処置が必要だとは思っておりません。 では国内では意図せぬ加速の事例はの報告はないということでしょうかあの国内でも意図せぬ加速の事例はございますがこれは一件一件ですねあの幸いといいますか国内の場合ですと非常に販売店さんの,あの機動力も多古ございますしまああのこの日本の中にあの販売店さんの拠点が5000拠点近くございますので一件一件あの精査をして あの車側に異常がないということが確認をされておりますのであの予期せぬ加速というものはまあ例えばあの後でお客様がつけられたあのオプション等々でまあ何か原因があって起きたとかそういうケースは聞いておりますけれどもあの車側にで問題があったというケースは今のところあの聞いておりませんので日本では処置は必要ないと考えております。 えそれではあえとすみません、ドイツ証券経済新聞のフリッツと申します。Sorry for asking two short questions in English. One is、um, the effect of the recall and the loss of trust in Toyota seems to be very strong, so you don't sell、um, not so many vehicles as you would like to.

で、まあ台数そのものも期待していらっしゃるほどは売れないのではないかと思いますので、以前にこのリコールの影響として、これは販売面での影響も含めてですけれども、1800億円というコストの推定調達になりましたが、この数字そのものを修正なさる必要があるとお考えでしょうか。あの信頼を失われているということは大変な大きな問題と思っております。ただその中においても、おいわばトヨタを応援していただいている。 おお客様そしてストックホルダーの方もままだたくさんおられますですから、私ども今、一生懸命、なんとかこの辺で食い止め、信頼回復に一時も早く達成できるよう、関係各位とも協力をして、一生懸命頑張っておりますで。現在、信頼獲得のためには、コストというものはあまり重要視しておりません。そういうい意味でははまずは

現在のところ、やはり販売停止になってた場合は、やはり生産調整をしております。これも先ほど申し上げましたけれども、売れる分を作っていく、お客様が要望される分を作っていく、それ以外でしたら、生産調整もやむなしということでやっておりますが、幸い、現在のところ、生産調整をしている分が、 あの想定内に収まっておりますし、何よりも今、販売停止をしているというものの、販売の現場では、本当にこのリコール処置、運動に最大限、メカニック、販売店の従業員、頑張ってくれております、ですから、そういう意味で、現在のところの販売が多少下向いているのはやむなしと思っておりますが、これは逆に、 お客様との絆をさらに一層強くするものね、えっと、いつかは戻ってくるというふうに思っておりますし、こういうところでお客様と会話ができていること、私ども大変大切にしていきたいというふうに思っております。